井上忠忠が使用した市で要求儀。千葉県香取市井上忠忠記念館所蔵。市で要求儀とは、日本の江戸時代に作られた和時計。振り子時計の一種であり、振り子の振動回数を表示し、そこから時刻を求めることができる。また、振り子の振動を維持するための動力源や伝達機構が備わっている。 江戸時代に天体観測や海歴などの用途で使用されたほか、井の忠敬の全国測量の際にも傾向された。随一、井の忠敬が使用した詩で要求儀の側面図。大谷 P403 の図を元に作成。原理は振り子時計と同じである。すなわち、振り子はその長さが同じで、かつ振り子の振動が小さい時は一回振動するのに、 要する時間は一定であるという、振り子の当時性の法則があるので、これを利用することで時間が求められる。しかし、振り子を振動させるだけの構造だと、振り子は摩擦や空気抵抗によって減衰し止,止まってしまうので、振動を維持するための動力源や伝達機構が備わっている。市で要求儀が従来の差し時計などの輪時計と異なる点として、振り子を使用したこと。 動力伝達の構造、そして振動数を計測する機能が挙げられる。市で要求儀の場合、振り子に当たるのが死で玉で動力源となるのは株の大,大盛りである。また、一般的な振り子時計と異なり、表示される数値は時刻ではなく、振り子の振動回数である。これは、当時の日本が不定時法を採用していたことと関係している。 市で要求儀の使用目的は主に天体観測で、あるが天体観測の記録を記すには不定時法は、不向きのため時刻表示では不便であった。以下に市で要求儀の構造を示す。なお、細部の構造は個々の市で要求儀によって差異がある。また、部品名称は原則として、和時計学会が1983年に発行した。 報告書に記載された名称を使用した。同報告書で使用されている名称は、1844年の完成歴書に記載の名称を踏襲したものである。動力源の大森は紐につながれ、その紐は陶軸に巻かれている。陶軸はサイカリンと同軸となっており、陶軸とサイカリンはサイカ軸によって貫かれている。大森の重力によって、 最下軸が回転する。最下輪には、歯が設けられ、この歯は、第二軸に取り付けられた第二軸かなと噛み合っている。最下輪と第二軸かなの歯数比は10対1で、最下軸が1回転する間に、第二軸が10回転する。第二軸には、さらに第二輪が取り付けられており、この第二輪の歯は、第三軸に取り付けられた第三軸かなと噛み合っている。 第2軸が1回転する間に、第3軸が10回転する。第3軸には、さらに第3輪が取り付けられており、この第3輪の刃は、爪車の軸に取り付けられたかなと噛み合っている。第3軸が1回転する間に爪車が10回転する。したがって、最下軸が1回転する間に爪車は1000回転することになる。爪車は、10個の爪を備えた、王冠状の部品である。 二個の爪車が爪が内側に来る形で軸に取り付けられている。図2、爪車と鋼鉄片の動作。大谷、ピアニッシモ406から407の図を元に作成。図三、井上忠が使用した市で要求儀の速球器の構造。浅井、ピアニッシモ35、46の写真と図、及び大谷、P404 の図を元に作成。 爪車の回転は、速球器によってしで玉に伝えられる。この爪車による動力の伝達を、図2によって説明する。2個の爪車の間には、速球器の先端が挿入されている。この速球器の先端部分を仮に、鋼鉄片と呼ぶ。鋼鉄片は、下面が水平で、上面は中央が高く左右に行くに従って、低くなるように傾斜がつけられている。 死で玉の振動に伴って、鋼鉄片は左右方向に円弧を描くように振動する。一方、二個の爪車は、大重りより伝わる動力により、共に、つの下方向へと回転運動する。今、のように、鋼鉄片の左側の斜面が、左側の爪車の爪と接触しているとする。この状態から、鋼鉄片が、 しげ玉の振動により右方向へと移動すると、のように鋼鉄片と爪者の爪との接触が解かれる。この時、左側の爪者の下方向の動力が鋼鉄片へと伝わる。そして、右方向へと移動した鋼鉄片は、のように、右側の爪者の爪と接触する。そして鋼鉄片が左方向へと移動するときに、 右側の爪車の下方向の動力が鋼鉄片へと伝わる。これを繰り返すことにより、鋼鉄片は振動するたびに2個の爪車より動力を得る。鋼鉄片が1回の往復振動をすると、2個の爪車は共に爪1つ分だけ回転する。爪車の爪は10個なので、鋼鉄片が10回往復振動をすると、爪車が1回転することになる。速の構造は、図3。 のようになっている。鋼鉄辺からは水平に軸が出ており、その軸は同辺極下の先端と接続されている。同辺極下は軸との接続箇所から下に向かい、途中で向きが水平方向に曲がっている。同辺極下の水平方向に伸びた先端には下が取り付けられている。下は脳が叩いであるが、中央部は空洞になっている。下の空間押し出玉が、 上下方向に貫通する。シデ玉は装置の上部から吊り下げられており、下を貫通する箇所には金属片が取り付けられている。下の内側と金属片は通常わずかに隙間が空いているが、シデ玉が振動するときは両者が接触することで力が伝達される。すなわち、爪車から伝わった動力により速球機全体が振動し、その力は下を通じてシデ玉に伝わる。 茂玉は固有の周期により振動し、この周期によって爪車や最下軸、第二軸、第三軸の回転速度が決定される。茂玉の振動回数は、最下軸、第二軸、第三軸とそれぞれ連動している指針と、文字盤によって表示される。第三軸の指針は、茂玉100回の振動で1回転、第二軸は1000回の振動で1回転。 最下軸の指針は1万回の振動で1回転する。さらに、最下軸の下方には、数取り車と呼ばれる星型の回転板2枚が備えられている。そして、最下軸が10回転するごとに1枚目の数取り車が1回転し、1枚目の数取り車が10回転するごとに2枚目の数取り車が1回転するように構成されている。 したがって、1枚目の数取り車は、しで玉の振動を10万回で1回転。2枚目の、数取り車は、しで玉の振動を100万回で1回転する。以上の仕組みを利用して、しで玉の振動を100万回まで表示できるようになっている。1日でしで玉はおよそ6万回振動するので、16日、程度連続して駆動させると表示はゼロに戻る。と、大りは、 本体の元に備えられた箱に収納されている。箱の内部には不定時法における時刻を記したと期表があり、大,大盛りには指針が取り付けられている。装置の駆動中、大,大盛りは一定の速度で降下していくので、毎日定時に大盛りを巻き上げておくと、大盛りの指針が指し示すと期表の位置によって、大まかな時刻を知ることができる。この仕組みは、 市で要求儀以前から使われていた、差し時計と同じである。また、市で要求儀には市で準器が備えられ、水平を確認できるようになっている。市で要求儀を正常に動かすには、装置を水平に保つことが必須であった。和時計の中で、市で準器を備えているのは市で要求儀のみである。市で要求儀から時刻を求めるには、正午時点で市で要求儀に表示される。 振動回数と、1日に振動する回数をあらかじめ、調べておき、対象となる時間における市で要求儀の振動回数を記録すればよい。また、市で要求儀を使用するには、定期的に大重りを巻き上げる必要がある。完成歴書には、毎日正午に巻き上げると記されている。しかし巻き上げる間は、大重りからの動力伝達が止まってしまう。そのために、 例えば第二輪を指で押したりして死で玉が止まらないようにしていたと思われるが、後に動力継続伝達装置を備えた死で要求儀も誕生した。16世紀後半にガリレオ・ガリレイによってフリコの当時性の法則が発見された。オランダの物理学者クリスティアーン・ホイヘンスはこの法則を利用して1656年にフリコ時計を発明した。 その後もヨーロッパでは振り子時計の改良が続いた。一方、その当時の日本では西洋の技術は伝わりにくかった。そのため天体観測で時刻を知る必要がある時は振り子時計ではなく百国間と呼ばれる人計や牢国などを使っていた。1720年には洋書の輸入が一部解禁されたが振り子時計の技術がすぐに伝わることはなかった。日本に 振り子時計を伝えたのは1748年に持ち込まれた書物、霊大偽造史である。この書はベルギー出身で、新在住の南海人が1674年に漢文で書いたものである。同書には推薦球儀という項があり、ここに振り子を使って時間を計る方法が簡単に記されている。さらに、新生霊大偽造図、黒く偽造図の中に、 振り子を使った時計の図が描かれている。例題寄造詞は、天文学者、浅田豪龍と、豪龍の弟子の高橋義時、相田主家富に読まれ、豪龍らは振り子を使った時間測定を、天体観測に採用した。1782年に起きた月食の、測定記録では、しで玉創用との記述が残されていることから、振り子の使用が確認できる。これが、 日本で振り子による時間測定がなされた最初の記録である。しかし、例題偽造詞の記述による方法だけでは、振り子の振動は摩擦により減衰し、やがて止まってしまう。そのため、手で振り子に力を加えるか、または同じ振り子を2個用意して、一方が止まりそうになると、もう一方の振り子を振るという方法を取らざるを得なかった。合流一派は、 振り子の振動を減衰させることなく、一定に保つ気候を考え、その内容を、京都の時計師、戸田東三郎忠之に伝えた。そして、戸田の手によって時計が作られた。その時計ははじめ、死で玉木と呼んでいたが、その後平かなか南により、死で要求儀と名付けられた。1789年の日食測定の際に、死で要求儀を使用した記録が残されている。 1844年、高橋義時の次男である渋川圭介によって、完成歴書が書かれた。これは、完成歴の歴史を記した書である。同書には死で要求儀についても、合計37ページにわたって説明されている。なお、死で要求儀の機稿を考えたのは、完成歴書では、浅田合流だと記されているが、相田重富の墓碑鳴では重富が考案したと、 記されており、差異が見られる。さらに、この機構は、西洋の時計を模倣したものだとの説もあり、市で要求儀が、日本独自の技術かどうかについても見解が分かれている。市で要求儀は、戸田東三郎忠之以外の時計師によっても、作られるようになった。また、相田主家富の息子の相大臣も、一社水、揺ら玉木と呼ばれる市で要求儀を制作した。それに従い、 大重りを巻き上げる際の動力継続装置について工夫が見られるようになった。制作された総数は定かでないが、罠系学会が1983年に出した報告書では全部を加算しても20機あったものかどうかと推定されている。市で要求儀を使用していたのは一部の天文学者、歴学者に限られ、それ以外の人は存在も知らなかったと考えられている。 使用分野としては、天体観測と海歴、そして井野忠敬一行による測量などが挙げられる。天体観測としては、大阪の狭間文庫に、眉エが観測した記録が残されている。それによると、日食や月食、あるいは太陽の南中を観測する際に、市で要求儀を使って、時刻を測定していたことがわかる。眉エでは少なくとも3台の市で要求儀を所有していた。 海歴では、高橋義時、相田重富の二人が中心となって取り組んだ、完成歴への海歴の際に初めて使われた。この時は、江戸の歴局と京都の海歴御用所の二箇所で、天体観測し、この値を比較することで海歴の資料とした。その後の天保歴への海歴の際にも死で要求儀は使用されている。井上忠隆は、地図作成作業において、 天体観測の結果を重要視し、第二本宴会予知前図作成のための全国測量の際にも、晴れていれば必ず天体観測をするようにしていた。市で要求儀は日食や月食などの時間を測定するのに使われた。市で要求儀は太陽の南中を起点として、そこから翌日の南中までの振動回数を1日の振動回数とするものであるから、日食。 月食の観測時には、数日前に観測場所に到着し、南中を観測して、市で要求儀を駆動させていた。このほか、加賀藩では、市で要求儀を使った新しい時刻制度が作られ、これに基づいて事象が打たれた。この事象制度は、加賀藩独自のもので、市で要求儀を使うことにより従来に比べて正確に時を告げることができるようになった。 この制度は1823年に開始され、明治期まで続いた。市で要求儀は幕末まで、浅草天文台や、真や、各地の天文学者によって使われていた。しかし明治になり、1873年に、太陽暦による定時法が採用されると、和時計の使用機会はほとんどなくなった。1869年に、浅草天文台が廃止された時の記録では、 土蔵に2台の市で要求儀が保存されていることが記されている。また、明治時代に発足した海軍水路部で市で要求儀が使用されていた記録が残されているが、1874年7月に外国製の天文振り子時計に置き換わった。制作された市で要求儀自体が少ないため、現存する数も少ない。大見神宮と警官宝物館。 観光中のアメリカ人によって発見され、1966年6月10日、老国祭において、大見神宮に奉納された。大見神宮内の時計館宝物館に展示されている。完全な形で現存している。唯一の死で要求儀とされている。制作は、戸田東三郎忠之。外観は、木製黒漆塗りで、 正面幅1 8トル、高さ9 6トル、奥行き2 9トルの箱を有し、この箱の中に大重りとしで玉が収納されている。しで玉の動きが見えるように、箱の左側面には扉が設けてある。本体は箱の上に設けた製板に取り付けてある。井上忠隆の孫の井上忠司会が使用した市で要求に、千葉県香取市。 井上忠孝記念館所蔵。千葉県、香取市の井上忠孝記念館に、井上忠孝が使用したものと、忠孝の孫の井上忠司会が使用したものの合計2台が保存されている。井上忠孝が使用した市で要求儀は、戸田東三郎忠行によって制作され、1796年頃に、相田重富を通じて忠孝が入手したものである。木箱の中に、 制作年と制作者を記した紙が貼られている。忠だは、江戸の深川に移り住んでから、自宅に天文台を設け、様々な観測機器を買い揃え観測していた。1800年に記された、忠だ所有の観測機器一覧にも死で要求儀の名が、見られる。同年から始まった、全国測量で傾向したのも、この市で要求儀と推定される。また、 完成歴書に描かれている詩で要求儀も、この詩で要求儀と似ている。一方、中海詩用の詩で要求儀は、文政八期の鳥とり春 F 東神田獣、王の乗り行き作りのの彫り込みがあることから、ただたか没後の1825年に、王の乗り行きによって作られたものであることがわかる。ただたか詩用のものと異なり、0から100までの詩身と100から1000までの詩身が、 同心軸上に取り付けてある。また、大重りを巻き上げる時でもシデ玉の動きを止めないようにするための動力継続伝達装置が備えられている。現存する、ただた仕様の死で要求には、指針が一本欠損している。また、シデ玉及び大重りは二台で一個ずつしか現存していないが、これが本来どちらのものなのかは定かでない。 忠敬たか仕様の死で要求儀は、井上忠敬たか遺品一括のうちとして1949年に重要美術品に認定された。その後1957年に、井上忠敬たか遺品一括は、重要文化財に指定された。なお、当初は誤って、仲介仕様の死で要求儀が指定されてしまっていた。1967年に、 元国立科学博物館の朝比奈定一は、この事実を指摘し、その後、忠敬仕様のものに指定が改められた。2010年、二代の市で要求には、井上忠敬た関係資料一括のうちとして、いずれも国宝に指定された。加賀藩で使用されたもので、長寿版不天機と呼ばれている。富山県内で発見され、伊水市新港博物館の高木文庫に所蔵された。 1832年に制作されたもので、箱を裏書きによれば製作者は、金沢在住の時計師ともええもん。国立科学博物館に所蔵されている、精密弱時計と呼ばれている箱が、この市で要求儀の収納箱ではないかと考えられている。また、加賀藩で使用されたとされる市で要求儀としては、高木文庫像以外に、個人像の時計と神奈川県中井町の、 エドミング海銅像の時計が存在する。ワシントン DC の国立アメリカ歴史博物館とロックフォードの時計博物館に一台ずつ所蔵されている。どちらも1983年に国立科学博物館の佐々木克弘によって発見された。両水、揺ら玉は振動数の他に時刻も知ることができるように改良されているが時刻の読み取り方は 両者で異なっている。また、国立アメリカ歴史博物館の死で要求儀は、振動数を示す。文字盤が3枚なのに対し、時計博物館の死で要求儀は2枚である。1871年7月10日、東京帝国大学において、井上忠敬の遺品が、明治天皇の展覧に入った。この時水ゆらたまぎについても、説明役である。 長岡半太郎によって説明された。また、1913年には、東宮殿下が、サハラ中学校において、井上忠たの遺品を見学しており、その中には市で要求儀も含まれていたものと、推定されている。1917年、帝国学士飲食宅の大谷良吉は、井上忠たの本格的な研究所、井上忠たを上司した。 同書では死で要求儀についても一章を先、15ページにわたって説明がなされている。この大谷の記述は明治以後で死で要求儀について記した最初のものである。同書で大谷は完成歴書等に記述された内容を引用し、これら過去の記録では発明者の記述に相違はあるものの死で要求儀は日本で草案されたものであると記載されているとした。 しかしその上で、大谷は、これら過去の見解にことを唱えた。大谷は、ホイヘンスによる振り子時計の発明から、市で要求儀の誕生まで130年以上を経ており、その間には、西洋から観測機器が伝来しているので、振り子時計のみが日本に伝わらなかったとは、考えにくいと主張した。そして、大谷は、市で要求儀が、日本草案というのは、 筆教誇張のことに過ぎざるべしと結論付けた。さらに大谷は、井上忠隆が使用した死で要求儀を調査し、図を使って詳細に説明した。大谷以後、しばらくは死で要求儀の本格的な研究はなされず、死で要求儀について書かれた文献では必ず大谷が引用、または孫引きされていた。死で要求儀が、日本の草案ではないとする主張についても、 受け入れられていた。しかし後に、大谷の主張に、いろんな声が上がった。そのきっかけとなったのは、1975年7月23日に、実施された、大見神宮所蔵の死で要求儀の分解である。この分解作業は時間の制約から本格的な、調査には至らなかったが、作業に立ち会った人の中には、大谷の記録と実物との差異を見て、 大谷の主張に疑問を感じる者もいた。そして1981年、有志の呼びかけで、罠系学会が発足した。会は市で要求儀について、資料を収集したほか、現存する市で要求儀を調査し比較した。二代の市で要求儀については、実際に動かして測定し、測定結果は良好であることを確認した。これらの成果は、浅井ただし、戸田美 吉田吉和の手により1983年に和時計調査報告水、ゆらたまぎとしてまとめられた。この報告書では、市で要求儀は西洋の模倣であるとの説を否定した。そして、大谷は市で要求儀のどこが模倣なのか、具体的に指摘していないし、もし模倣された時計が日本に伝わっていたならば、市で要求儀誕生以前に、 天体観測などで使われていたはずだと主張した。そして、市で要求儀は、歯車の配列や、即球儀の構造をとってみても独創性が示されていて、これは西洋の模倣ではないと主張した。市で要求儀が、日本の創作会か,かという点について見解が分かれる。中、二0 1年、栃木県立足学高等学校の小曽根敦氏は、新たに二点の資料を提示した。 一つは、新生霊大偽造紙図、付録偽造紙図の84図と85図で、ここに、振り子時計の図が描かれている。この図には死で要求儀の特徴である二重詰め者などが、ないが、浅田合流一派はこれを見たものと推定される。もう一つは、成功時計資料館に所蔵されている振り子ダイヤル付け、折りたたみ式番尺時計である。この時計の製作時期は不明だが、 二重詰め者はなく、技術的には、尺時計と紙で要求儀の中間の位置にある。これらの資料から、小ゾネは、付く偽造地図を見て、紙で要求儀を作ったという点では、西洋の振り子時計を参考にしたと言えるが、紙で要求儀には付く偽造地図にはない工夫が複数見られるので、これをもって、紙で要求儀は、西洋の単なる模倣と断ずることはできないと結論づけている。 ありがとうございます。